差し替えられるじゃないですか。103号線に出ました。下りです。小屋峠ですかね。吹雪です。視界悪いですね。下りはブレーキテスト。路面凍結はしないので、まあ、食いつくことはくっつく。だいぶタイヤにも水入ってる、入ってるので大丈夫だと思います。バックホームつけました、フロントリア、ともにプログラムランプでございます。当然だよね。多分ミーネーム、
VRX っていうのは、正直言ってここの水の方がグループしかないんです。最初朝一の方がグループしませんでした。路面が黒が見えた状態で雪が積もった状態だと、全然ズルズルでしたけども、今この辺圧雪に近い感じになってきてるんで、ブレーキングするとちゃんとリンクします。ほぼほぼ視界がないに等しいので今、視界の機構でね、景気類というか、ナビゲーションの案内したので、投稿しております。ちなみに対向車来たら何が起きるかわからないというのは、原則です。減速をするようにしたのかな。で、ここから対向車来たら何が起きるかわからないので、とにかく減速します。減速して、何事もいないように交差をするというのがあれですので、しております。氷点下であります。第1周警戒を解除ですね。あとはここからは。シャーベット状になってくる。